南部アワーラジオキナーがお送りしていますはいよーさあそれではえーうん、南部アワーはですね四つのコーナーがありましてえ,<っ>え今知りました十年目十 <laughs> 年超えてるよもうユンタコの中にただポソンポソンってなんか 食材をってるだけかなと思ってコーナーがそんなことないですよないですよコーナーから派生するんですからね美味しい話題を紹介する給食係が最初のコーナーですあのどこどこにあの食堂できてるよとか美味しいカフェがあるよとかテイクアウト情報とか皆さんからですね美味しい話題をお待ちしていますこのコーナーじゃあ私から紹介してまいりましょう本日トップマッターは初めてのメール送ってくださいました嬉しいですね しんちゃんみーかさんこんにちは南部アワー初メールします、うん、大喜見村からヤンバルラーメンいぎみですはいあのねお店なんですかねそうそうそう大喜見のこの漁港のところに、うん、ラーメン屋さんがオープンしてるんですよいぎみっていうあ、は<ー>う嬉しい、ね、そうなんですよですごいリスナーさんからも美味しいっていうのであと,あとバルーンのディレクターの西中ディレクターも食べに行ったっていう西中さんいろんなとこいるよな、ね、いろんなところいるよな <laughs> ていうかかなんか撮影とかしたあれとか、うん、あそこはどこどこっていう居酒屋でしょと、うん、かすごわか,かるわけよ覚えてる普通えでもよく行くからかないやもうなんかねだからあの謎この抜けってあったらもしかしてコピーロボットないかって言いたくなるだから自転車乗ってからね <laughs> 自転車乗ってるの丸から2歳みんな西中さんっていう <laughs> <laughs> なんでよなんな <laughs> もうミラーつけてたらもう,だもうちょっと。<laughs> うう意味あるかなって。<笑><笑>じゃあ行きましょうね。いぎみ。はい、はい、話がね。はい。はいはい。今日は地元民御用達、大喜味食堂をご紹介します。いぎみの食堂じゃないんですよ。よ大喜味食堂を紹介するそうです。いぎみの人が紹介してるってこと、うん。はいはい。五十八号線を名古から国が向けに北上して、大喜味ビジターセンターから約十分、大喜味郵便局の手前左側に大喜味食堂と大きく書かれています。普通の二階建て住宅に見えるので、初めてだ。 少し入りにくいと感じるかもしれないけれど、中に入るとね、ザ沖縄のお母さんという感じの智子さんが一人で切り盛りをしています。二階にあるの右手じゃないかな、名古屋からやんばるのあ、国が見も。二階建ての住宅。二、うん、<で>階、二階なの。二階からこう海が見えて<ー>左、左海だと思うんだけどな。名護から上がら。二階、ほらほら。でしょ。ですね、上から見える感じですかね。えっと、ゴーヤーチャンプルーに焼きそば、味噌汁と沖縄の定食がいろいろあって、お値段も六百五十円からと。 リーズナブルおすすめはニンニクの効いたとんかつや生姜焼きなどが乗ったミックス定食です日によってポークや目玉焼きなど乗っている具材もいろいろ変わるので出てきた時のお楽しみ感が実家でご飯食べてる感じでワクワクしますメニューにないんですけどおまかせランチ美味しいですよちなみに場所は大気味の海に面しているので景色も綺麗で風通しが良く映える写真が撮れること間違いなしです基本的に土日が定休ですが暖かくなってきたので今は日曜日も空いてるはずよ 北部観光に行くときはぜひ行ってみてくださいということで、えー、写真も添付してくれました。見て、うん、綺麗ね。僕行ったことあるんですよ。あ本当？はい、このえっ、ー、とおかみさん、うん。うんうんとともこさん。ともこさんって言うんだ、うん。名前は知らんかったけど。ともこさんがずっと俺見てじゃないかねみたいな顔するわけさ。この変な緊張感でも俺も自分から。 ですって言うてすから「<laughs> じゃないかね」みたいなもうこの間がありつつ <laughs>、はい、通りながらチラてって「<laughs> もう声かけてくれんから俺も言おうかな」って <laughs> この変なせめぎ合いを覚えてる <laughs> えどうしたんですか結局結局お,お互い距離取ってや <laughs> そうなん俺はそして僕は途方にくれるで <laughs> えとも子さんもしんちゃんかなって声かけたかったはずよね <laughs> そ,うそうなんですそれも分かるしでも俺もでも俺違ってたらあれさ「ゆりきや」えー、って言われて俺ガクンと落ちるさ。<laughs> ギュリキのって言われたらもう待てないっていうさ <laughs> <laughs> もう答え出るまで待てないってなるさ <laughs> だからもうこの辺な距離感でえいつぐらいに行ったのいやもうだいぶ前ですねもう週五年似てるけどなあれって言って<ー>でもこの時プライベートで行ったのそう <あー S 1> でそれで例えばヒロキーねとか言われて近所の子供に間違えられてもイヤサな、うんだから何も言わなかったんだけど変な微妙な 例えばなんかさ完全にさスタッフっぽい感じでドカドカドカってみんなで行ったりとかするじゃなくて、もう本当プライベートな家族と一緒に行ったけど、ああじゃちょっとなんか声かけづらいっていうかかけちゃあれかなって遠慮したのかもしれないよ。うん。今度からそこ行くとふんもうわざとらしく。俺は新一です。俺電話で、あつは新一だけど、例の件どうなったかなって小学校の棒読みみたいに。つは新一ですけど。 はい、南城市の、ってうけど <laughs> 南城市が産んだスーパースターって言って、母ちゃんが怒る、母ちゃんが産んだんだよっていうツハシイチですけどう南城市が産めるね、産めるわけないよね、っていう怒られるツハシイチですけど <laughs> 貸しますよ、俺 <laughs> そそれ見てみたい逆に南城市が産んでないよ、<laughs> 南城市が産めるねお母さんが言うんだよね、でいつもね <laughs> 何としてごめんないもんな糸満 <laughs> が産んだスーパーウーマンじゃないもんな明子 <laughs> さんが産んだんだもんな <laughs> 俺つ子さんが産んだんだもんな <laughs> 野原病院で私が産んだんだよ <laughs> <laughs> 野原病院で <laughs>。 <laughs> じゃあ次行きましょうかしだ,か <laughs> だからもうごはんがおいしい話題やねんありがとうございます春休みに娘と2人で女村に一泊してきましたよいいえ向かう途中で読谷村にある外食やクジラってとこにランチに行ってきたネットで検索して口コミが良かったしちょうどパスタ食べたかったのでパスタ 食べたかったので、えー、テーブル席と畳席があって思ったより広い全員女性スタッフ接客が最高に良くてトマトパスタとチーズリゾット食べたけど <laughs> これも味も最高、うん、量が多くて男性の方でも満腹になれる場所はザンパミサキ向けに行ったところだずまゆうさんの説明できますかね、えー、まゆうさん説明できますかね写真添付しますどこなんだろうなうんおすっごい待って待ってもそのすごいボリュームですけどこれさ え？リゾット？あでも二人で食べてるよね。いや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 い二人でもこのボリュームはね多いでしょう。いやすごい。なんていう店？お店の名前はなんてもう一回言って。え書いてないです。図工。図工です。ネットで検索して口コミが良かった。良かったしちょうどパスタ食べたかったっていうのが。 あ外食やクジラですごめんなさい外食やクジラ、外食やクジラってとこですね失礼しましたはいごめんなさい。うんこれはこれはまあ多分評判になるでしょうね。はい。ありがとうございます。じゃあ続いてエコさんいただきました。エコさん。はい。あ手土産が大好きなんですよ。金町やかの泉食堂へわざわざ那覇から主人とねよく食べに来ました。でも2018年に沖縄市池原に移転しています。お客さんはねいつも満員です。 各地から来ます観光客も多いです私がおすすめなのはやはり手びち煮つけと煮付け900 900円ですよ値段もまあ、少し上がっていますがそれぐらいの価値はありますよ手びちね有名ですよ美味しいんですよその他に内なる料理もあるから手びち苦手な人でも大丈夫よぜひ麺触れということでエコさんからいただきました、うん、有名ですねここね泉さんね、うん、やかにあった、はい、泉食堂。 これ待って沖縄市に移転しているのね。うんそうです。か金から移転して,るて。じゃあ金からそこに行ったってことなのか。うん、泉ってわって書いて。わって書いってですよ、ね、そうそうそうです。えー、泉ですよね。はいありがとうございます。はい。馬、う、木、んはい、さん来てますね。ありがとう、えー。名古屋の県道七十一号線、七号線ではなくて七十一号線で、ねうんえー、この通りにあるヤンバル豚を提供されるまんみさんで。 ヤンバル豚の生姜焼きをいただきました、うん、え16年間走っている県道71号線でずっと一度は行ってみたいと思っていたお店でした、えー、ランチタイムは生姜焼きとビビンバの2択ではありますが、うん 夜はやんばる豚を焼肉でいただけるよう各テーブルからカウンターに至るまで煙をすっぽってくれるダクトがあり、うん、ダクトを目で追いかけていると生姜焼き定食がやってきましたベ、うんえー、紅モやモズクといった小鉢に前菜もついています生姜焼きに添えられた野菜は小松菜を切らずに数枚、えー、株元から炒められており食感も 楽しめますメインのお肉はお店のこだわりソースと絡み合ってついついご飯の上でドリブルし久しぶりにおかわりしてしまいました朝のお汁を飲み干してまみさんの生姜焼き定食1400円おいしゅうございました場所は国道58号線港の信号を町側に曲がって北部病院から運転産婦人科さんから過ぎてさらに進むと三栄さんの先右手にありますね 座長西町の野菜ソムリエ上級プロ疲労回復に豚肉食べてよーということでここ有名ですよねマン奈さんって行ったことないんですけどん,なんかなんかその照りがいい感じだね多分ですけどねんマンナさんっていう方がやってると思いますだからお店の名前がミ、まあ、なんでしょうね「みつるの味」って書いてね。う なんかケータリングとかでももし当たってたら僕いうのが結構出てきて大好評ですけどねはい、うん、ありがとうございますじゃあ続いてフォレストオールさんいただきましたありがとうございますえ「しんちゃんみかりんおはこん日目週に一度はヒージャー祭りフォレストオールですよ、うん、国道329号線中城モールから南公設へ向かって走らせると <laughs> 南へってことね、うん、左側にコンビニが ある信号の三叉路をコンビニ側に曲がってちゃーまっすぐちゃーまっすぐ行くとね突き当たりの工場手前に中ぐすく牧場八木肉店があります車を車を店舗の右横に止めて店内へ2人席テーブルと4人席テーブルの6人席の畳席あ待って八木製肉店の中にこうやって食堂みたいに、ね、食べるところがーイートインスペースがあるってことね。<ー> イートイン。イートインとか、まあ、食べられるやつ。イートイン。イトイン。<laughs> いいよ。いいよ。イートイーン。ライオン。イートインはね、<ー>ちょっと私たちの中。始まる前にね。ごめんね、ちょっと、うん、はい。 面白いまた思い出しちゃって<え>ごめんごめん。素晴らしいね本当に。テールのいい間違いがあったんです国宝級がいますよね。そうそうそう。どこまで読んだんだ。あそう。たたみ席があるんですよ。メニューはヤギ汁定食1500円、宮古味噌味ヤギ汁定食1500円、ヤギえヤギ焼き,焼き焼肉定食1800円。へえ。チーリチリ定食1800円です。定食には漬物、酢ぬい、ヒージャーの刺身、ご飯、おかわり自由がついてきますよ。え今回は味噌えみ 都味噌味ヤギ汁定食1,500円をいただきましたほのかに白味噌の香りがするけれどヤギかジアニには絶対勝てません、えー、テーブルには小分けのヤギラードが置いてあって好みで油を足せますよええ。オールは2個入れたら味ーターでより美味しく感じました。 ヤギ汁、ヤギ刺身はお持ち帰りもできます。今度仕事でも近くに行ったらヤギ焼肉食べてみたいな。だってヤギ焼肉って聞いたことないのにねということでいただきました。ヤギラード、多様、ご自由にトッピングって言って、まあ、白いこのねあの、うん、ほらカップの中にいっぱい詰めてて、そうそうそう。ああすげえ。ここはもうあれじゃないですか。こうフォレストさんにとっても天国みたいなお店じゃないですか。ねえ、えー、生肉店が <で>そでだから見てこうやってほら普通に肉も販売してるんですよ。うん、うちなもんでほら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 これですよ。ーヒージャーの刺身もあって酢いあるねあるそうそうそうでダーンって大きなねおつゆを優によ優しいもうヒージャー汁ですよ<ー>てんこ盛りです。 非常上位はたまらんでしょうね。すごいな、初めて聞いたけど。マイ、ま、でもいいっていう人もいましたね。うんはい、ええー、トモブンさんから来てます。じゃこれラストですね。少し前、ティーサージパラダイスで三枚肉のアンケートをしていたから、もう食べたい食べたいってなって、一年二ヶ月ぶりその日に行ってきましたプラスワン。 アジクーターの三枚肉の下にはキャベツの絨毯そして豚バラ肉とネギそしてご飯希望があればマヨネーズもかけてくれるよずっしり入ってて食べてる間はいつまでも幸せしかないよトンライス代、えー、これでお値段600円本当は照り焼きチキンの照りライスも食べたかったけど売り切れていたさ残念 テイクアウト専門店プラスン場所は沖縄市南東原5八、えー、をジャーガルから上がって、えー、茶炭中を左手に過ぎたら右側にありますね反対からだと旧養高校からジャーガル向け終月道を過ぎてしばらくしたら左手ね。 営業時間は十一時から十九時、売り切れ次第終了です。定休日は日曜祝日。今閉まってますということですね。これも有名ですよね、松一さんそうそうそう。プラスワン、プラスワンね。美味しそう。うん。これは美味しいですね。もうやばいな。ねあ時々無償にこういうの食べたくなりますね。はあ、三枚肉のこのシルゴアがもう。ということで美味しい話題を紹介しましたけれども、まあこういうねテイクアウトね情報とかも 皆さんからも常に募集しておりますので、はい、すぜひこのおいしいコーナーを紹介している給食係をお手に送ってください以上、うん、給食係でしたでは続いてこちらのコーナーです、うん、沖縄セレナープレゼンツ発射機種編このコーナー 地元に全力 au 沖縄セレダーの提供でお送りしますハッシュそう機種、ね、編ロックンロールにハッシュタグが前につきまして、うん、ハッシュじゃなくてハッシュ 機種ロックンロールはい少しリニューアルしております先ねちょっとはね私たちもねガラケーユーザー長かったんですけれどもスマホに書いてもう数年が経ちました4年ぐらい経ってるはいで私もねフェイスブックを始めたりインスタを始めたりまああの YouTube を始めたりいろいろと SNS を一気にデビューしたんですねこの4月ね境になのでまあ皆さんがどんな風なスマホをね使い方しているのかとか何を楽しんでいるのかとか てるのかとか、はい、まあその辺もちょっと教えてもらいたいなと思いますこの方行きましょうね今日はチャーベラサイミーカーさんしんちゃんハッシュ、電話のコーナーリニューアルってだ送ってみようねということで左利きに憧れる普通のおばちゃんさんから頂きました左利きの方に憧れるってこと左、はい、<ー>利きに憧れる普通のおばちゃんさんですはい、ありがとうございますおばちゃんはさ スマホに変えて長いけどさ、うん、シュマホはお利口さんだから「メール届いてるよ」とか「LINE、うん、届いてるよ」ってピーコンピーコンして画面にマーク出して教えてくれるさねうん、うん、あれようちの友達はマーク出してくれてるのに開かないでからに画面にずっとお知らせ出ているわけさ。ハッシュ あうまいね暗視画面に数字いっぱい書かれてからに気にならんのかねと思うわけさ不思議がらんさもうミーカーさんしんちゃんさん2人の電話はどんなんね二2人はスーパー芸能人だからピーコンピーコンしたらすぐ確認するはずね橋おばさん気になるさということで左利きに憧れる普通のおばちゃんさんからです。左きさささんで今略してて読ませてもらうんですけどあ、はい、あのさあととかさ あの百二十いくつとかなっても開かない人とかいるような。未読のまんまにするってことですよね。既読つけないってことね。もしやっぱ性格が出るんだろうな。しんちゃんどうですか。今俺結構見る方ですよ。雨雨雨がオープニング雨が僕たち。見せて。どういうこと？えっとおまあの最初の画面。最初の画面開いてないのはない？ 今来てる今ラジオ取ってるから来てるだけで。ああそうですか。ほぼ開きますね。私ねあのメールに関して開いてないものが今55件。<laughs> 俺ラインで6件でも怖くなってくるのに。<laughs> いやいやせや。<laughs> 信じられない人かな。でも55って少なくない。いえかっこいい。いやいや違う違う。あの私の知り合い千何件ってあったんですよ。ああそういうことね。うん、だからさ。 あれおかしいと思った私もあれさ、うん、重要なやつだったらどうするの大丈夫重要なやつじゃないよこれって<う> <laughs> 思っちゃったすこのよう性格なれないわけ <laughs> 重要なやつだったら電話かかってくるさだけど電話 <laughs> 番号知らない人もいるさメールだけ教えてる うん、人とかってもしかしたらうん、うん「え来月の何とかは再来月に変わりました」みたいなこととかもし帰ってたりとか「仕事をキャンセルです」とかまあわからんなもうその人のあれだからな <laughs> そんな言われたらちょっと不安になってきてから開こうかな <laughs> <laughs> 目の前にいましたいや多分今撮ってくれてるちな君なんか営業だからやっぱり気になるよねやっぱ見るよね仕事用のものだったらパソコンは開きますよもちろん、はい、そうですよね いやでも俺もあれを<ん>いくら当選しました」とか「うん、あなたに誰々が会いたくない」え<や>一番よく言うさ俺近くの駅で待ってますって「いや首里駅な蘭乗師」南城市「で一 <laughs> 時間かかいの5分で来れるんで怒り意味は」って <laughs> <laughs> 車でも間に合わない蘭乗師だったら首里駅まで <laughs> まあ道の駅だったらいけるよっていう話。 何か近くの駅で待ってますんで。<laughs> 道の駅でもあったら5分で行けんからな。<laughs> こ,ね、こんなのは大きさイライラする今日わけよ、うん、かる。これがどうすんのこれはもう一応迷惑メール。もうもう入れてもうちょそれでも苦しさなんか、うんあ。そうなんだよねー。なんとかだよ元気やたやがっていう。<laughs> 気をつけましょうね。<ー>そう。で、5時半ぐらいからあまなあまふんから来て、うん、あなたのなんとかをとか。うん、は。 でしかんだよこの前をもうだから見たくなくなるんじゃないそういうあなたの何とかを乗っ取りましたんで、うん、うどうのこのあなたを追跡してました、うん、どうのこのもうよあなたは私にくからもう逃れられませんみたいな書いてるわけさ <laughs> もうあなたの口座をどうのこの死に書いてるしかましてるわけさだからな,な,なんかで何かを,にを監禁やして俺に16万送れみたいな <laughs> なんでやわあの口座乗っ取ったのになんでわがコンビニ行って帰ってからやにいや裏ら,らにってもうこの文章見ながらもう乗っ取ったんだろ もう銀行口座から下ろした方が早い,いんじゃないかっていう <laughs> なのに俺コンビニ行ってから16万分のなんか買わされてから送れって言うわけよデッキなんやと思うだかいながらでも一応怖いから娘に「大丈夫か?」って「全然大丈夫」<laughs> <laughs> だからだな見てみこの文章笑わらんかっつって全てを乗っ取った暗証番号も全部お前のキャッシュカードもだから俺に16万送らないで, <laughs> できッキなんやって <laughs> 何かこれってもうもう近くに駅もないし終わったう<笑><笑>こういうなんかちょっと迷惑メールとかもじゃあいまだに来るんだね、うん、そうか来るないで<め>め迷惑気をつけましょうね止めてるやつがもう50何件止めましたみたいなのとかさあまあでもラジオ聞いてる方々でこれでハッとした方がいるかもしれないからさもう,ん、うん、う絶対ではもう絶対開かないとかアクセスしないっていうのが一番いいんですよねすぐしようかああしんちゃんいいんじゃないですかこれ防犯のためのなんかこうね キャンペーンみたいなのがあったら俺がほら1日キャンンペーン隊長みたいな、うん、その前の俺が騙されてるからそれがそれで <laughs> な「なったってば」っていうのがメールで来ててから嘘だったって「はお願いしてませんよつ」つって。 その前に俺が騙されやすいこの人、この人絶対ご反対応だ。まあではでもとりあえず私がこういうタイプだったってことよね。左利きに憧れる普通のおばちゃんさんね。気をつけたいと思います。メール後で確認しましょうね。ミカさんやってたわけですよ。チラさんから来てるかもしれませんね。チさんからね。すみません。チラさんちゃんと電話してきます。あそうですか。電話が取れないなと思ってる時とかにやっぱりメールとかでね。気をつけます。失礼いたしました。さあということでこのコーナー発し歴史編ロロールはまあ。 機種変更の話題とかもいいですし携帯スマホに変えたりとかする方もいると思うんですよね娘が初めて持ちました息子が持ちましたでちょっとどうのこうのでもいいですしねあとは私もね最近始めた SNS の話だったりとか au Pay とかの電子決済使ってみたよとかあと au 電気とかねまあこんな風にスマホ使ってるよとかそういった皆さん広く募集したいと思いますのでぜひこのコーナー宛に送ってくださいお待ちしております以上沖縄。 沖縄セルラープレゼンツ、ハッシュ,シュ、機種編このコーナーは、地元に全力、エーユー、沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。はい。さあ、それでは、ラストのコーナー、刑事係参りましょう。うん、このコーナーは、まあ、お知らせだったりとか、まあ、あのイベントのお話だったりとか。フリーのメッセージ、面白看板見つけた、などなどを紹介しますが、はい、まずはしんちゃん、私から行きましょうね。どうぞ えー、フォートプランサービスからのお知らせです。はい、看板 上りレーザー彫刻でおなじみのフォートプランサービスですねで来月5日は子どもの日です子どもたちの健やかな成長を願ってフォートプランサービスの上りのこいのぼりを皆さん飾りませんか,かそう、うん、サイズが大中小3種類ありますのでお住まいの環境に合わせて飾ることが可能ですまたね取り付けもあの上りのタイプなのでポールに通すだけだったりするので、うん、もうほんと片付け取り付けも簡単です、うん、詳しくはフォートプランサービスのホーム ページをご覧くださいさあ本日リスナーさんのプレゼントいただいてますラジオキナーのロコが印刷されましたのりのこのぼり,ののぼりラジオキナーバージョンを2名の方にプレゼントいたしますやった 欲しいという方は、いい上りのこいのぼり本文にお名前、住所、電話番号などの連絡先を明記の上、南部アットマークまでお送りくださいただし、このプレゼントは那覇市黒場にあるフォートプランサービスに取りに行ける方に限らせていただきますのではいぜひ、ですね行ける、行けるという方はあの南部アワーでもプレゼントがございますのでえプレゼントのご応募お待ちしております。お二人の方 にプレゼントしますねで来週の十八日に抽選やりたいと思いますのではい、はい、ぜひぜひたくさんのご応募お待ちしておりますいや、あのー、フォトプランさんさ黒葉十字路から沖田へ向けなかったすぐ左側にすぐねあるんでわかりやすいですからねうん、うん、はい,はいぜひ、ね、お願いしますよろしくですさあ続いてウチナンチュカブの宮城県民さんお。 はい。最近あの郡太嬢にも来てるんでしょよ,よくありがたいですしんちゃんみかさんナンバーワンには二回目の投稿読まれたら始めましてですね一回目読,めな読まれなかったってことかえー、うちのアンチュかぶの宮城県民です嬉しいね東北から、うん、遅くなりましたがハンドクリーム届きました<ー>あ、宮平さんの宮平乳業さんの父かうん 母ちゃんと仲良く使わせていただいてます。今度牛乳買ってみようかなと思います。ではまたメールします。ああ一番いいです。ミヤヒラさんのね牛乳買ってくださいね。いろんなのあるから。そう私もあの本当にファンになりましたので一気に全部揃えましたまた。何かでも紹介されてたないいやつ。テレビでもね紹介されてました。ぜひぜひよろしく。県外のテレビでも紹介されてた。朝の情報番組とかで。そうそうそう。ね父ってからね。お父さん。 えー、じゃあ続いてこちら行きましょう。この方はペンネームがえっ、ー、と三八五四さんです。ありがとうございます。三八五四さんどうも。はい、えー。プロ野球が開幕いたしました。そうね。 三月三十日、札幌ドーム開幕戦、西武戦に観戦に行ってまいりました。ああ、いいな。見て見て、札幌ドーム。ああ、いいな。まあ、北海道日本ハムファイターズが、ね、本拠地が変わるじゃないですか。うんうん、そうね、だから、そのドームをひくする、ちょっと直前まで。うん、こういう光景っていうのは、やっぱり、ちょっとね、限られてくるだろうか。らだろうなだから貴重ではあるよね。ね<え>、<ー>すごい貴重ないい時間ですね。うん、えっと、しかし。 あ開幕セレモニーは素晴らしかったですしかしうなだれて帰ってまいりましたファンの期待に応えるのに必死の選手たちでしたが報われることなく大勢の観客が途中で帰る光景私もその一人でしたで4月2日ロッテ戦観戦に行ってきましたすごいな同じくうなだれて帰ってきました首肩こりが大変です <laughs> 早く上を向きたいですミーカーさんの長男は野球少年ですよね目指せプロ野球選手ですかぜひ 弱いファイターズの戦力になってほしいです。<laughs> もうちょい時間ください。もうちょっとは時間ください。うん、ミーカーさん、しんちゃんさんともにジャイアンツファンですよね。はい。パリーグはぜひファイターズのファンになってください。7月3日4日那覇でソフトバンク戦。また負けるのかなということ。いいや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  <laughs> いや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 なん,なんかちょっとだいぶ後ろ向きな感じですよ。じゃあ。 三八五四三を買ったらもうすぐすそえ側転みたいな感じで側転で、はい、すごいちゃイやーみたいな感じなんだ。でもあのー、日ハムファンはあのー、ねヤンバルにほらキャンプに来たりとかするから、本当、ね、ファンのこと多いで多いです。多いです<ち>ね。名古のねあのホテルもあっちのねあもう。うん ホテルこぞって応援してたりしますしね、うん、でもね広島もいい感じですしなんかう阪神もいい感じですし県内の中でもやっぱりキャンプしてるところってね、うん、広島、沖縄の人は広島カ、うん、ープギノンはベイスターズとかヤクルトは浦添みたいなところあるもんねそうそうそうで私たちがなんでジャイアンツファンかって言ったら、うん、もうだって 興味があるときに、ジャイアンツの中継しかやってなかった。やってなかったんで、僕たちは擦り。れてるよね。巨人対阪神、巨人対中日、巨人対広島、うん、もうもう巨人ありきなんですよ。そうそうそう。だから昔でも、ああ、大砲卵焼き巨人みたいなのがあったよね。あんな感じ、ね。子供たちが好きなもの、ね。そうそう、そういうことだったよね。大砲卵焼き巨人じゃなかったよ、ね、けど、まあ似てるけど、そんな感じのあったよねうん <laughs>。何か。<laughs> でもそう刷り込まれてるけど、うん、変わらずジャイアンスファンなの一時期中田,選手中田浩二選手とかが阪神行った時にあ阪神好きになったりとかそういうのあったんですけど巨人と西武がやったら、うん、山川君は応援したいとかさなんか変なかるよ。ショートバンクと巨人でも、うん、東山君は応援したいみたいな,、うん、なんか オリックスの宮城くん応援したいっていですそうあるそうなのすごい二勝章あ,あ上げてるしね親子<ー>親孝行動ねえ<ー>最高,最高あと宮城くんぜひ頑張ってぜひ,ぜひまして<う>としてはねそうなんですよ,そう,ですよそういう思いで見てそういうもうみんなもうそれぞれね だからね、こう沖縄出身の選手が昔朝ほど、こうなんかいや、いなかったもう、赤峰さん、一じめ少なかったというかそう、なのよ今普通、今一1チーム作れるよ、作ろうと思ったらピッチャーが多いけんだよね、だからこうやって考えると、ああ、いい時代だなと思うねいや、すごいですよもうなんかドラフト一とかなったって驚かんくなってああ、また出た、みたいな、チャヤガーみたいになるもんなそうね、うちちなみん長男はソフトバンクファンですあ本当んと、じゃあもう 携帯も変えないといけないのか英雄でお願いね。英雄にさせましょうね。二代持ってもいいんだよ。に二代持っも。英雄のチームがあったらいいのにね。救助あるからね。そうだ球場そうだね。今ねネーミングライツでね。はい。ということでこのコーナーですよ。皆さんからですねいろいろこうフリーのマネーもおまぜ合わせてお待ちしておりますのでぜひお寄せください。以上刑事係のコーナーでした。